これいいね。面白い曲。なんか歌詞が大げさだけど、今までのスターレスとはだいぶ違う。アキラは歌えそう。えああ、<laughs> 大丈夫っしょ。ヨシノはしんどそうだね。うん。僕は自信ないな。歌えるかな。確かにヨシノっぽくないけど、やればできんじゃん。わかんないけど。 スターレスのシンガーは俺たちだけなんだからどっちかが歌うわけださそそりゃそうだけどでもリンドンみたいに歌えるパフォーマーもいるしまあねでも俺は絶対パフォーマーに歌わせたくないな <laughs> そういやこの仮歌すっげえな K だよねうん K の歌がすごすぎてむしろ本番クオリティ これ歌いながら踊りきるんでしょ半端ねえな僕には無理ですま吉野はチーム P の曲すっげえ似合うすさこれは多分うちの曲になるんじゃねえのチーム W の方が合ってるなあモクレンそう思わねお前こういう曲割と好きだよな今歌ってやろうかおぷなあな…プナーちょモクレンだからその蹴りやばいって 背後から近づくなといつも言っているそりゃそうだけどさちょっとクーもなんか言ってやってよごめん今急ぎのメッセで手が離せない相手男女男の子だけどやっぱクーってそっち系人の恋愛思考に首を突っ込むのはおすすめしないよ君みたいなヤンチャな男の子が好きなゲイを紹介しようか賛成した 俺は女の子がいいな。紹介してよ。君の失言が減ったらね。クーはまた面倒に巻き込まれてるのか。そういうわけじゃないけど、家でするって言うから。させちゃえば。どうでもいいのはわかるが、もう少し隠したらどう。そいつはクズだからしょうがない。<laughs> <laughs> はははははは。 は元気だな大丈夫か吉野ほら水あ銀星ありがとうなあ吉野気にならないこの曲え何がかっこいいけどすっごく難しいよそうじゃなくてさこれローエングリーンだよなワグナーのオペラあそうなんだ 人生よく分かったねアキトさんが選びそうな題材だなって思ったからそれに俺この曲知ってるはずなんだよなそうごめん僕全然分かんなかった絶対どっかで聞いたことがあるはずなんだよね誰かに聞かせてもらったような気がするもらった CD かないや違うようなそういえば 人生って時々お客様から CD もらうよねどうして前に通ってくれたお客様に欲しいもの聞かれてさ特になかったから好きな曲が知りたいって言ったことがあってへえロマンティックでもラブソングが多くてさ人生はかっこいいから歌ってもらいたいのかもあ俺の顔どうかな <laughs> そうかもね ホストのラッソンみたいなラッソン何でもない歌ならお前が歌った方がいいに決まってるじゃんうちのシンガーなんだしさお客さんにラブソングなんて僕歌えないよ絶対緊張しちゃうよしなちょっとちょっとえあ何ごめんちょっと行ってくるお水ありがとうどういたしまして 顔なんて、ただの面の皮じゃんそんなことよりさっきの曲だって、絶対どこかで聞いたはずなんだ。でも、その時はもっとラフスケッチみたいな。ギンセ。ケあの曲、あんたが持ってきたんだよな。ああ。スターレスにも新しい演目が必要だ。だよね。 それ聞いたとき、最初は嫌だったんだけど、この演目は、なんていうか、すごくスターレスっぽい。前の演出家が作りそうな、作りそうな、アキさんらしい題材。前にこの曲のスケッチ聞いたのは。そこまでにしておくがいい。えああ。木蓮が待ちくたびれている。試しに一度、振りを入れてやるとしよう。 あのさ、あんたは国王たちにスターレスを救いに来たって言ったんだよな。そうだ。だからこそ、今ここにいる。言っとくけど、振りを入れたら俺は絶対わかるから。だ達て何年もアキトさんと小春様を追っかけてきたんじゃないんだからな。ン。<laughs> 演出家たちを信奉するとは興味深いな。もし気づくとしたら貴様だろうとは言われていた。 貴様の本気を見てやろう。